地域密着の会社だもん。1938年に設立された愛三工業、国内に7社と海外にも20社の関係会社があり、グループ全体で9000人以上の人が働く大きな会社なんだわん。ここでは数万点ある自動車部品の中でも特に大事なエンジン周りの部品を作っているんだよ。あれ？そんな暑い格好でどこ行くの？ここは車の性能をテストする試験室。どの製品も厳しい基準をクリアした高品質なものばかりだわん。そんな愛三工業では地域住民との交流を目的に12月に餅つき大会を行っているんだわん。毎年200キロもの餅米が用意され、3000人もの人でにぎわうんだよ。ゆっくりでいいよ。もう一つ毎年恒例のイベントがふれあい祭り。工作コーナーやうなぎのつかみ取りなど、会社と地域住民が触れ合えるイベントが盛りだくさんだわん。楽しそう。愛三工業はスポーツにも力を入れているわん。自転車競技チーム愛三工業レーシングチームは8人の選手が所属していて、国内の大会で優勝したり世界大会で活躍したりと、世界を舞台に戦っているすごいチームなんだよ。こちらも実績抜群の強豪チーム、愛三工業陸上競技部だわん。ここで問題。愛三工業陸上競技部は駅伝最高峰の大会ニューイヤー駅伝に10年以上連続で出場している。丸か×か。正解は丸。ニューイヤー駅伝には12年連続で出場しているわん。餅つき大会やふれあい祭りもよろしくね。